おはようございます。こんにちは、こんばんは。ガイゼさんちへこそ。お元気でしょうか。公共の施設というか、感想ノートっていうかさ、あると思うんですよ。ペンションとかホテルとかで、今日は来てよかったですとかさ、こういう景色があってとか、食事も美味しかったですとかっていうふうに書けるノートって、あると思うんですよね。ペンションにしか思い出さないんだけど、でも他の施設なんかでも、もしかしたらね、喫茶店とかそういう古くがあるので、ノートが、レジのところとかさ、そういうところに、カウンターのところにあって、なんか書きたいことがあれば書いてね、と。見たりとか、私はね、見たりとかしないけど、お客さんが見たりとかするかもしれないけどね、って。それに対しての答えが書いてあったりとか、そういう時があって、それで解決するっていうこともね、多分あると思うんですけど、そういうような、やつが、あったりとかすると思うんですけど、どうなんだろうね。書いたことあります？そういうの。なかなか、そういうのに出会う確率って少なかったりとか、あったとしても、記入しなかったりとかね。記入しなかったっていうか、ちょっと恥ずかしいわっていうのもあるし、記入したら記入したりさ、それに、の答えに対して記入したことに対しての答えがあるかどうかっていうのは、わかんなかったりとかするじゃないですか。で、また来た時にね、それの答えがなかった時に、ちょっと、寂しいなって、見られてないんだなって思うし、書いてあったとしても、それが自分がね、期待してる答えじゃなかったりとかすると、ちょっと、向かって、する時もあるだろうし、あと、知り合いがね、本当にそのペンションとかホテルとかを紹介してなくて、その、知り合いがさ、自力でこうね、調べて、ここのホテルがいい、ペンションがいいと言って、泊まるじゃないですか。で、たまたまその、感想ノートみたいなのを見てみたら、友達が、の名前が書いてあったりとかしてて、それを見られて、こういうこと書いてあるんだ、つって。で、後日ね、俺あそこのホテルに行ったんだけどさ、みたいな感じで言われて、別に内緒にしてるわけではないんだけど、見られてね、別におかしくはないんだけど、そういうことを見られたっていうことに関してさ、ちょっと恥ずかしいっていうのもあるし、見られたかっていうのもあるし、そういうのがあってさ、ちょっと恥ずかしい感じがしないですか？それは私だけかもしれないんだけどね。と思うんだけど、皆さんどうでしょうかね。今日はちょっと短いですけど、以上です。それでは皆さん、さよなら。